ジェームズ・エリス・ホールは、アメリカ合衆国のエンジニア、レーサー。レーシングカー製造会社、シャパラルカーズの設立者としても知られる。石油タンクス業を営む裕福な家庭に育ち、両親を飛行機事故で亡くした後兄弟らと遺産を引き継ぐ。モータースポーツの虜となり、スポーツカーを購入して、レース活動を始める。また、メカニズムにも興味を持ち、 カリフォルニア工科大学では専攻を地質学から機械工学へ変える。卒業後は家業の傍らキャロル・シェルビーとスポーツカーディーラーを経営した。1960年から1962年にかけてロータスのマシーンを購入し、プライベーターとして F1 アメリカ GP にサンドスポット参戦。1963年には投し BRP のドライバーとして急戦に出場。F1 での成績は、K12 戦中11戦出走。最高結果は5位入賞だった。レーサーとして活躍しながら、オリジナルレースカーの製造を目指し、モトスカラブの技術者、ディックトラ・アウトマンとトム・バーンズに出資して、1961年に、シャパラルが完成する。1962年には、 友人のドライバーハップ・シャープと共に、テキサス州ミッドランドでシャパラル・カーズを設立。以後、経営者、エンジニア、レーサーという3職兼務で、レース活動を行う。1963年秋には自ら設計に、関わった、シャパラル2が完成。アメリカ国内のスポーツカーレースを設計し、ホールは1964年のユナイティッド・ステーツ。 ロードレーシング選手権で4勝し、ドライバーズチャンピオンとなる。1965年にはシャープと組んで、セブリング12時間レースで優勝し、ユスクでも6勝を挙げた。シャパラルは、スポーツカー世界選手権や1966年開幕の、カナディアン・アメリカンチャレンジカップに参戦。ホールの独創的なマシンは、国際的な注目を浴びる。とりわけ、 1966年の任意から使用した巨大リアウィングはモータースポーツのエアロダイナミクス開発に大きな影響を与えた。1970年に開発したニジェは45馬力のスノーモービル用エンジンで駆動する2台の17インチのファンで空気を吸い出すことにより真空掃除機の原理で路面に吸い付くサクションカーだったがシーズン後に使用禁止となりこれをもって キャンアムからの撤退を決める。レーサーとしてのホールは1968年のキャンアム最終戦スターダスト GP で多重クラッシュに巻き込まれ両足を骨折したため第一戦を退く。1970年にはシボレーとの関係からトランスイコールアメリカンセダン選手権にシボレーカマロで出場した。その後はレーシングチーム代表として アメリカの各種カテゴリーに参戦する。1978年からカートに進出し、1981年まで参戦。1978年と1980年には、最大のイベント、インディ500で優勝する。1991年に、ベルギーの VDS レーシングと組み、カートに再挑戦。1996年まで参戦し、計算賞を記録する。 ホールは、その後テキサス州のミッドウェストで、石油とガスの事業とモータースポーツの遺産に取り組んでいる。ジムホールとシャパラルの歩みは、ミッドランドの石油博物館で見ることができる。彼の息子ジムホールジュニアは、カリフォルニア州で、ジムホールカートレーシングスクールを運営している。ありがとうございます。